皆さんこんにちは、ルアマガジンチームの大森です。本日ご紹介いたしますのはこちらの注射器、嘘です。このアイテムも後でちょっと紹介させていただきますが、メインでご紹介させていただくアイテムはこちら、皆さんご存知でしょうか。ブリッジオイル、非常識な潤滑油です。実は私、このルアマガチームの一員になる前ですね、個人でリールの整備業を、営んでいたことがございまして、その際に大変お世話になっていたアイテムです。愛してやまないオイルですね。パッと見ていただいて分かる通り、非常にカラフルでおしゃれなパッケージで、こう机の上に並べているだけでも、すごくテンションが上がるようなものになってます。今回持ってきたのは、4種類だけ、私が特に愛してやまない4つのモデルをお持ちしたんですが、実際にはもっとラインナップがあって、もっとカラフルでもっとかっこいいラインナップがあるので、全部集めるとかなり壮観ですので、ちょっとショップ行ったら見てみてほしいなと思います。で、1個ずつ簡単に私が主に使っているものを説明させていただきたいと思います。まず1つ目がこちらの、赤いオイル、こちらが、テフロッソというモデルになります。かなり、見ていただくと分かる通りですね、サラサラのオイルになってまして、低摩擦で高回転を実現することができるオイルです。続きまして、こちらのピンクの可愛らしいピンクのオイル、ロサというモデルです。先ほどのテフロッソに比べると多少粘度ありますが、それでも、比較的、低粘度の、まあ、標準的なオイルになっております。かなり汎用性が高いものかなというふうに思います。続きまして、こちらの、オレンジといいますか黄色っぽいようなオイル、こちらが、エボ500というモデルになります。で、これもトローっとして見ていただくと分かる通り、こちらからかなりの高粘度のオイルになってきますね。そして最後がこの、傾けてもなかなか液体が流れないくらい低粘度のエボ2000というモデルになります。とりあえず今お名前となんとなく粘度をお話ししましたが、じゃあどのように使い分けていくのかというところなんですけれども、2014年発売の、レボエリート IB アンバサダー、10年前のリールになりますが、私は未だに現役で使っております。それを現役でも快適に使える秘密はこのグリッチオイルにあります。まずこの低粘度のサラサラオイルのテフロッソ、こちらを、高回転が必要な、ベアリングに塗布することで、おい、いつまで回ってんだいというくらい高回転いたします。で、こちらのロサですね、中粘度、まあ、標準的な、粘度に近いようなオイルは、これちょっとお見せすることができないんですが、まあ、どちらかというとスプール系のベアリングでしたり、そういったところに、刺すことで、まあ、回転にスムーズかつ滑らかな味わいを持たせてくれるようなオイルになっております。続きまして、こちらのエボ500、比較的、粘度の高い、硬いオイルになっておりますが、こちらは、こちらの レベルワインダーのようなところに塗布することで、このスムーズなワインダーの動きと、しっとりとした巻き心地に貢献してくれています。で、最後にこちらの、エボ2000なんですが、こちらは、リールを開けた際のギア部分だったり、私はグリスとちょっと混ぜてドラグにも使っております。で、この使い方に関してなんですが、これが非常にこのグリッチオイルの面白いところで、非常識な潤滑油と歌っている通り、もう使い方は非常識でいいわけなんですね。これが非常に面白いと私は思っております。で、先ほどちょっとシャーッと高回転に回してみましたが、テフロッソを使ったベアリングの回転を見ていただくと、まあ、ちょっと弾いただけでかなり
高回転になるのか分かると思います。でちょっと実験的にですね、こちらのハンドルノブにはこのエボ2000の方、かなり硬いオイルを使ってみました。同じくらいの力で弾いてみます。これくらいオイルによって差が出るっていうことですね。でこれも好みなので、回ればいいっていうものでもないですし、例えばこうハンドルノブにおいてもこうしっかりとねっとりとした巻き心地が欲しい人には、こういったところにも高粘度の硬いオイルを使っていただけばいいと思いますし、まあ、早巻きする際なんかシャカシャカシャカっと巻きたいような方には低粘度のオイルでかなり高回転に仕上げることもできる。たったオイル変えるだけでこれだけ性能の差が生まれるっていうことは、まあ、見ていただければわかるかなと思います。パッケージなんですが、この非常にかっこいい黒い箱、これ並べてるだけでもかっこいいんですけど、これちょっと開けてみます。新品のテフロスト入っております。もうテフロストこれで5本目くらい、だいぶ愛してます。で新品のこのオイルと、中にですね、インスタで投稿してねっていうような紙が1枚と、これが嬉しいんですよ、かっこいいグリッチオイルのステッカーが入っております。どれくらい私がグリッチオイルを愛しているかと言いますと、携帯の後ろに貼ってます。でこれがいっぱいうちにあるので、いろんなところにこのステッカーを貼ってグリッチオイル好きをアピールしております。で、先ほど、開封したのがこちらのテフロストだったんですが、実はこの、エボ2000にだけこの黒いハケのようなものがついておりまして、まあ、かなり高粘度なので塗布しても広がらないので、このハケで伸ばして使っていただくように、そういった親切なアイテムも付属しております。で冒頭にちょっと冗談を言いました。この注射器医療用とかではございません、安心してください。ホビー用品とかで売ってるものになってまして、ホビー用の注射器になってます。でグリッチオイルさんのこの容器なんですけれども、開けてみますね。このスポイトが案外ですね、出口が太くてですね、リールのようなこう細かいパーツに使う際になかなか狙ったところに刺せないっていうのがちょっと個人的な悩みでして、不器用なのもありまして、でそういった時にこういった細かい箇所に、オイルを刺す場合に、私不器用なもので細かい作業をする際に、こちらの、注射器でオイルを吸い上げてこちらの方に注油するということをやると非常に便利なので、アマゾンなんかでも安価で買えるので、ぜひホビー用注射器なんていうふうに、検索してもらえば出てくると思うので、こういうアイテムもおすすめです。はい、コンコンと愛を伝えてまいりましたが、今回の爆買いは以上で終わりです。どうぞ皆さんも非常識な潤滑油お試しください。